こんにちは。一足お先にお部屋で待たせていただいたわ。はい、どうぞ。バレンタインの贈り物、今日はそういう日でしょ。残念ながら手作りとはいかないけれど、時間をかけて丁寧に選んだの。あなたが喜んでくれるかどうか、普通の女の子のように胸をドキドキさせてね。それでどうかしら、お眼鏡にはかなった？あなたはカルデアのマスターだもの。チョコレートなんてもうもらい慣れていると思うけど。それはすごい切り返しね。想像していなかったわ。でもめちゃくちゃな発言だけど、気持ちは伝わるというか。うん、ありがとう。嬉しいわマスター。だって私も初めてのバレンタインだったから。胸をときめかせていたのが私だけなんて不公平でしょ。それじゃあ改めて、今年もよろしくお願いします。できる限りこの夢が長く続くよう励みましょう。さあ、お腹が減っているでしょ。和菓子の前におせちでもどうかしら。ええ、ちょっと遅いけれど、新年のご挨拶も兼ねて勝手に書き換えさせてもらったの。旧正月も終わってしまったけれど、私せっかくの晴れ着サーバントでしょ。だからこうして正面から切り込ませてもらったわ。だってほら、他の人たちが持っていない武器で攻めてこそ一流のサーバントと言えるでしょ。